先日フィグロスが1000万ダウンロード超えたらしいんで、すよねでそれで、まあ昨日おめでとうみたいな感じの動画出したんだけど、まあ、動画の中でも触れたと思うんだけど、まあ、1000万ダウンロードで普通に僕の中の世界観的にちょっとありえないなっていうフィグロスがね。で、ありえないなと思ってたんだけど、なんかどうやら僕全くこれ知らないんだけど、このビリビリ動画っていうのでフィグロスが流行ってるらしいんだよね。だから、 フィグロスは中国でめっちゃ流行ってるらしい。だから日本とかだと全然流行ってないから、だから俺知らなかったんで、全然。あ、ほらもうフィグロスって出てくる。これで。あ、そういう感じ。あ、これ日本語にできる。日本語にしよう。あ、すごい。これ日本語になってるかな国で最初の殺害 <laughs> いい。いや、絶対このサムネイル。なんでこのイスラム国みたいに出てくるのいやこ、こんな感じなの。中国語って。怖わで、これがフィグロスが、えぇ、ー、!31 億2800万再生って何 何31億再生って何 <laughs> ちょっとちょっと待っておえマジかマジかいやいや全然思ってたんと違うわえはマジかこの中国人の方おすげえあちょっと見れる何書いてるか全然分からたけどイエスえー ちょっとこれ、ちょっとだけ覗いちゃっていいからと。え、これダメかなねまあいっか。ど、ちょっと覗い、いや、ちょっと怒られたら消すわ、この動画。え、どうしよう、じゃこの、国で最初の殺害、国で最初の殺害だけちょっと見ていい。フィグロス、国で最初の殺害。新たな難易度突破みたいな。そんな感じ見ていくわ。これどういう感じビリビリってなんかニコニコ動画のパクリみたいな感じですよね。あ、ちょ、ちょ、ちょ,ちょっとうるさい。ちょっとうるさい。 だってさ、普通にこれ新曲この RR 入りるみたいなやつの新曲の動画がさ、何万再生など、どこ再生数再,再生数どこ百100何とか万再生い言ってたよねやばくない思ってた数倍やばえ、何この、え、何これ怖い怖い怖い <laughs>。それ中国得意のなんか、あれなんかこれ歌なきゃ、金ム、キム・ジョンに殺害される的ななんかそういう挨拶的な そんな感じななんなのこれえちょっと翻訳してみたい感あるけどあちょっとこコピーコピーしてあオッケーオッケーちょっと翻訳してみよう翻訳翻訳しようんあ出てきたなんだ「承認の歴史」って言ってるらしいなんか中国語ってでもさなんかあやっぱなんか中国語って日本語とさ若干漢字が似てるからさ若干なんとなく分かるよねえー、すごいね800万再生になんだって、まあ、中国人普通にバケモンレベルに数多いしね まバカズでゴリ用されてるのかなまあ、もちろん、あれだよね、まあ、オタクが少ないとか、オタクが多いとか、そういうわけじゃなくて、単純に人口が多いから、おゲーもこうやって売れてくるのかなえでもさ、フィグロスとかってそんな中国語の曲とかあんまないからさ、別に、あれじゃない、だったらアーキアとかも流行って,ても良くない、別に中国語が対応してないから、アーキアは中国語対応してるよね。なんでそんなさ、 中国産だからっていう理由で流行るのかな、これは。え、ちょ、このさ、奥,奥行ってるやつ、ちょっと見ていいこれ。だって普通に、え、まさかの夜遊び s 超え俺、最近見た動画だと、やっぱ夜遊びがトップクラス多いんだよ。あの夜にかけるとかのね。それすらも余裕で超えてくるよ、31億再生って何。何誰お前。すごくない ?31 億再生って。広告。だってこれだけでだって3億円儲けてるよ、広告がこうやって。 出ててるってことだこれちょっと待って、こうなにこれど、ど、どうなってるああ、ちょ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 、待って、え <laughs>、ちょ服着なえ、君服着な左の人。<laughs> え、なにこれ、なんでこんな再生されるの <laughs> え、怖いんだけど、普通に。で、ニコニコ動画みたいな、なんかノも。あこれあれじゃん、エイプリルフールのさ、そうやってできるんだ。へぇ、え <laughs>、ちょ、30。 奥とか言われたらもうたまらんわ。そんなんされたらさ、もう何書いてるか分かんないけど、なんとなく読めそうじゃないなんか、室内に射精感謝みたいな、なんかあれ中国語だっけあ、違う、あれ日本,日本語でもないわ。エロ語だエロ語。あれちょっと中国、あ、中国人の方、あ、分かった分かった。じゃあ中国人にちょっとこの言葉は日本から送るわ。あの室内射精感謝って言葉日本にあるんだけど、それあげるわ。 いいよ全然使ってくれて全然大丈夫中国人の方見てたら、まあ、ちょっとこれ動画をちょっとだけ覗かせてもらうお礼に、まあ、ちょっとその膣内射精感謝っていうのを中国人が発明したっていうことにしてあげるわだからそれでいいにしてほしいわねねでもさでもさ日本人のさ、まあ、10倍以上いたとしてだよ中国人がいたとして31億再生はならんと思う単純計算で10倍だとしたらだって日本で3億再生はありえないと思う俺は で、ビリビリ動画が YouTube 以上にじゃあ流行ってるってことなのこれは。あ、もう全然わからん。俺もうに、あ、もう胃の中の数、再開を知らずやったんやん。じゃあ俺。なにこれ見ていいこれ。なんか、パックのなんか新曲くんのこれ。まあ中国人なんか SNS 厳しいって言わないこれはなんだ無断天才的な感じですか無断天才をさらに無断で天才していく。あ、待って、俺これ知らないかも。1.64アップデート。なにこれシャドウ。 え、かっこいい。あ、この人あれじゃん。スパスモディックの人知らない。左側の人スパスモディックの人じゃなかったてかめっちゃ CG のクオリティ上がってない。つかさ、フィグロスさ、お金取るよと思わない俺めっちゃさ、優しいんだろうけどさ、フィグロスの運営のしてる人。別にお金取ってよくないって思っちゃう。ちょっと中国語から日本語にしよう。あ日本語で出た安らかに眠る。<laughs> なるほどね、そうやって言ってるんだみんな。 アノマリーっていう曲なんだって若干アーケアとかから影響を受けてそうだよねあちょっと待ってもう,もう中国語がなくなっちゃったさっきまで日本語いっぱいあったのにでにこれはえこれ公式の映像なのファンメイド的なのじゃなくてえすごいで、これが何再生 ?1 万8000グッドってことはもう何十万再生いってるんだろうね えー、マジか。うわ、マジか。こんな再生数あるっていうか、こんなフィグロスって中国で生えてたんだ。知らなかった。え、全然知らなかったし、あ、これファンメイドとかなのかな。うーん、でもなんか、ビリビリ動画なんか、あれだな、俺個人的にあんまりなんか、印象、いい印象があんまりなかったんですよね。そういえばなんか中国っていうのもあるし、まあ中国、まあ変形なんだけど、また新宝島とかある。これちょっと見ながら語るか。 もうちょっと著作権的にやばそうだったら音量だけあちょや,やばいやばいしかもさこういうのって有名な人なのかなこういう動画あげてる人ってこれ音楽ゲームの界隈の人とかなのかなこういう動画上げてる人え全く知らないけどえこれ何ちょっと日本語にしよう日本語にえー、っとこれなんかフォロワー数とかなんかそういうのは見れないのかなこの人のあでもなんかそんなこの人自体はそんな有名じゃない実は フィグロスが伸びてるだけ的ななそんな感じかなわかんないえかん。いや、もうわからん。俺、いや、ちょっと今日人生めっちゃ変わったわ。あのさ、アメリカと日本とぐらいだと思ってた。なんかそのネットのさ、流行るあれが。だって俺さ、 普段動画見ててさ、流行ってる動画、アメリカの、アメリカ語の、英語のさ、言葉の動画しか出てこないんだけどさ、中国語の動画とか出てきたことないんだよ。まあ、それは SNS が厳しい。え、これあるっけないよね。これなんか色変わってるだけ俺がよくサムネでやるやつね。うーわ、マジか。めっちゃ変わったわ。じゃあさ、ビリビリ動画でめっちゃ再生されてるのって何再生とかなんだろうちょっと今さ、なんか、ど、なんか見えないかななんか、 え、めっちゃアニメあるやん。え、ぜめっちゃいい,いい方じゃないこれ大丈夫いい方じゃないか。そんなことないかな。あ、トムとジェリーはある。これはなんか載せて大丈夫。だよ。トムとジェリーはめっちゃ古いやつだったらパブリックドメインっつって著作権が切れてるからあのー、大丈夫的なそんな感じだと思うんだけど、ちょっとこれさ、人気の動画見たくない今生放送やってる人のやつ見よ。いいよ何何俺さ、ミラティブなんからさ、昔なんかね、 なんかの配信、なんかやってんなーって言ったら見たらさ、あ、あさん、こんにちはみたいなやってさ、すげえ名前がバレて恥ずかしかったみたいなね。ごめん、どうでもいいね。みたいな感じじゃない中国語って。なんかそんな感じのイメージがある。中国語ってたまに可愛い。一瞬だけね、たまに可愛いって感じるんだけど、男の人の中国語はなんかね、ちょっとなんか治安を感じる。なんかその治安悪そうだなって偏見ね。偏見で感じる。で、女の人のなんか可愛い女の子の中国語はなんか可愛らしいなって感じる。で、 可愛らしい女の子の声のあのあれあのー、博多弁もかわいいなって感じるあんま方言ね好きじゃないんだけど博多弁はねめっちゃかわいいなって思うけどえー、<laughs> えー、ええええビリビリ動画すごいんだね